山本一太君え久々に外交防衛委員会で質問する機会をいただきました初めて河野外務大臣と小野寺防衛大臣に質問させていただきますあの河野大臣は私より5つ小野寺大臣は私より3つ若いんで同世代というのは大変おこがましいんですけども今あの50代の2人が 第2次安倍政権のまさしく外交安全保障の要として、これだけの活躍をしているということについては、えー、大変嬉しく思いますし、誇りにも思っております、ぜひ頑張っていただきたいと思いますあの野寺大臣、2度目の防衛大臣に抜擢された理由はもちろん、安全保障政策についての見識、知識はもちろんですけれども、あの PKO の日報問題で、かなり防衛省の中がガタガタして、 いわゆる政官の信頼関係が崩れたんじゃないかと、まあ、こういう防衛省をです、ね、立て直すというあ、まあ、ことも期待されて、大臣に就任されたと思うんですが、まあ、あの外から見ているとかなり信頼関係、政官の信頼関係、えー、あの回復したように見えますが、その点について、一言、簡単にいただけますか。小野寺防衛大臣あの、まあ、今回あの、えー、森友、えー、問題の、えー、中で 様々なあの文書公文書の公開その他まあの指摘があると思いますが防衛省自衛隊は昨年南スーダンの日報問題において国会でも指摘を受け国民の皆様に様々な疑念を持たれる結果になりました私どもの役目としては国民に認知される自衛隊を目指すためにもこのようなことが二度と起きないようにしっかりと省内を 把握をしそしてまたあの、えー、開かれた風通しの良い,い組織にしていくということこれからも心がけていきたいと思っております山本君ありがとうございますあの野寺防衛大臣かなり安定感もあるので、えー、防衛省における政官の信頼関係をしっかり再構築されたというふうに私は思っておりますあの河野大臣とはもう30年以上の付き合いになりました若い頃によく二人でいろいろ外交関係の議員立法を考えたりして、えー、暴れまわった記憶がありますが 当時のブログを、5まめの萩市を読み返してみると、外務省の外が有害の外になってて、外務省という表現をずっと使ってたわけですが、最近やっと外の普通の外務省になったということなんですが、河野大臣に一言申し上げたいのは、ですね別にあの官僚に評判のいい大臣がいい大臣だと思いませんが、昨今、私のよく知る外務官僚は、ですねえみんな河野大臣は非常に飲み込みが早くて、シャープでいいと言っています。特に中東関係の 仕事をしている官僚の人たちはです、ね、河野外務大臣の下で、本当にやりがいがあるというふうに言ってるんですね、でまあ、まあ普通の外務省になったわけですが、まあ、あの外務省は、えー、河野大臣が活躍するためのまさしく機関エンジンなんで、えー、外務官僚、それから外交官のノウハウとか、いろんな知識をです、ね、最大限に活用して、えー、ぜひ外交を前に進めていただきたいと思うんですが、その点について、一言だけいただけますか河野外務大臣。あの 霞が関は日本で最高のシンクタンクだと言われたことがございます。おそらくそれは、えー、ある面、えー、事実なんだろうというふうに思っております。あの大変多くの人材が外務省あるいは在外公館で仕事をしてくれておりますが、えー、彼らの能力を最大限に生かしていくというのが、えー、外務大臣としての一つの役割だろうというふうに思います。 えー、この外務省の職員が能力を最大限に活かせるようにするために、えー、私も一生懸命頑張ってまいりますが、えー、様々外務省内外の皆様のご協力をいただかなければならないところもあろうかと思っておりますあのそうしたことを実現できるようにしっかりやってまいりたいと思います山手君 ありがとうございます今の言葉で相当外務省のものはさらに上がったというふうに思います。あの今日は河野、えー、外務大臣とそれから小野寺大臣に、北朝鮮政策を中心にいろいろと伺っていきたいと思いますが、その前に、えー、先ほど武見政審会長の方からもちらっとありましたけれども、ロシアの問題、えー、ロシア情勢について伺いたいと思います。おとといでしょうか、えー、プーチン大統領がですね、えー、大統領選挙で再任をされました。 えこれから6年ですから、平成24年まで、平成じゃねえや、2024年までえかな、大統領職を続けるということになったわけですが、昨日確か報道によると、安倍総理がですねえ電話をして、電話会談で祝意を伝え、例えば、北方領土問題については、共同経済活動を推進しようとか、あるいは北朝鮮の問題については、 しっかりと連携していこうとか、まあ、そういうことを確認したというふうにも報道されてますけれども、まずプーチン大統領の再選についての日本政府、外務省の受け止めをお聞きしたいと思います。河野大臣あの日本とロシアは、あ先ほど、武見委員からもお話がありましたように、アジア太平洋地域における重要なパートナー、足りえる存在であり。 地域の大国と言ってもいいこの2つの国が安定した関係を築き協力を深めていくということが地域の安定発展にとって極めて重要だと思いますその中で安倍・プーチン会談というのはすでに20回行われており昨日も日露首脳の電話会談が行われました。あの今の日露関係は 安倍総理とプーチン大統領の極めて深い信頼関係の下で大きく前進をしていると言ってもいいのではないかと思います。政府としてプーチン大統領が新大統領として就任した後も幅広い分野で日露関係を国益に資するような形で進めるとともに北方四島の帰属問題を解決し平和条約を締結するという基本方針の下 粘り強くロシアと交渉してまいりたいと思っております山本君あの。ロシアといえば、先ほど武見精神会長の方からも言及がありましたが、例の,あのイギリスのソウルズベリ市で起こった元ロシアのスパイの男性とです、ね、娘が、おそらくロシアが開発したといわれている神、まあ、経剤で意識不明に陥っていると。まあ、メイ首相は これはもう明らかに暗殺未遂だと,未遂だと激怒して、ですね確か昨昨日か一昨日イギリス外務省イギリス政府がですね22人の外交官、ロシアの外交官を追放し、同じようにロシアもですね22人のイギリスの外交官を国外退去したということで、ちょっとこのイギリスとロシアの関係が。 えー、あのよくないっていうか、対立が激化しているということについては、ですね私も懸念を持っております。あのもうさっき河野大臣、武見政治人会長の質問で、えー、この問題について言及をしたので、改めて答弁は必要ないんですけれども、やはりあのこれまでの流れを見てると、ですね、えー、河野大臣とずっとやってきた国連改革の問題も含め、今回の北朝鮮政策を含め、イギリスのお政府、イギリスは非常に日本の首相に対してですね、 てうでしょうか一貫してサポートしてくれていると安保理改革もそうですだそこは十分日本の国益を考えながらです、ね、この問題にも対応していただきたいとそれだけ申し上げておきたいと思いますあの次に、えー、小野寺大臣にご質問したいと思いますあの先般行われた沖縄の名護市の市長選挙で次行、えー、推薦候補が勝利をいたしました、えー、確か十三日だったと思いますが沖縄県がああの、えー、国に対して、えー、辺野古のですね 工事差し止めの,おあのお提訴をしていたと、これ13日に那覇地検がですね、まあ、一応、退けたということになりました、えーあのお、それを踏まえて、確か小野寺大臣がですね、えー、記者会見をしていたという記憶があるんですけれども、その中で小野寺大臣がですね、この辺野古の工事については、まず工事の安全性を十分に考え、自然環境とか、あるいはそのお、えー、住民の方々の生活環境とか、 こういうものに配慮して、えー、丁寧に進めていきたいという話がありました、あの今のいろんな沖縄の政治情勢等々を考えるとです、ね、普天間問題、辺野古への移設問題っていうのは、まあ、前に進む環境が整いつつあると思いますが、だからこそ、私はその基地の負担軽減も含めてね、丁寧に沖縄側に説明をしていかなきゃいけないと思うんですが、えー、あのこの点についての小野寺防衛大臣のご見解を伺いたいと思います。小野寺防衛大臣 あのご指摘がありましたように、先月4日に投開票を行われました名護市市長選挙におきましては、戸口、えー、新市長が誕生されました、防衛省としては新たに就任された戸口市長に対して、まず名護,名護市辺野古において実施しております普天間飛行場大会施設建設事業の現状を説明をさせていただきたいと考え、2月23日に事務方を派遣し、説明をさせていただきました。 防衛省としては引き続き、普天間飛行場辺野古への移設を含め、沖縄の負担軽減に係る政府の取り組みについて、政府全体で連携し、あらゆるレベルで沖縄県との対話を深めていくことが大切だと思っております。また、あの昨年7月24日、沖縄県が提訴した普天間飛行場大会施設建設事業に係る、岩礁破砕等行為の差し止め訴訟については、先週13日、 那覇地裁におきまして、沖縄県の請求は却下されたものと承知をしておりますが、防衛省としては普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するため、作業の安全に十分留意した上で、関係法令に基づき、自然環境や住民の生活環境にも最大限配慮し、辺野古移設に向けた工事を進めてまいりたいと思っております山手君。 ありがとうございます。あの私も安倍政権で2年近く沖縄担当大臣をやらせていただきました。あの小野寺大臣とも色々と意見交換する機会がありましたけども、まあ、くれぐれも丁寧にえ真摯に沖縄側のに説明をしてですねえ、この問題を着実に進めていただきたいとこのことをお願いしておきたいと思います。あのここからちょっと北朝鮮問題に入りたいという,ふうに思ってます。あの小野大臣のですね、ごまめのハぎしり、えー、確か3月8日だったと思うんですが。 えー、外務大臣就任200日というタイトルのブログを読んできたんですけれども、まあ、200日の外務大臣で、ですね、まあ、ここまでいろんな国を訪問した人はおそらくもう皆無だと思うんですよね、確か200日で35か国、地域を回り、倍会談100回以上、3か国とか4国合わせると110回以上ということで、まああの、いろんな首脳とも精力的に河野大臣が会談をしているということがですね、 この5枚目の萩生田りを読んで、改めて分かったんですけれども、まあ、この間も相当忙しい日程の中で、アメリカを訪問したと、非常にいいタイミングだったと思いますが、ティラーソン副大、ティラーソンじゃないや、ペンス副大統領とかですね、あるいはマクマスター首席補佐官とかあの、マティス国防長官、それからなんか、あのライトハイザー USDR 代表まであったということで、まあ、相当中身の濃い、あの 訪問だったと思うんですけれども、これによって河野大臣どんな成果を得たとお考えか、少しまとめてお話をいただきたいと思います。河野大臣、えー、今回のワシントン訪問は、えー、まあかなりの部分北朝鮮の問題を中心にさまざまな会談を行いました。あの日米そして、えー、ちょうどワシントンにいらしたあ韓国の韓元派、えー、外交部長官ともお目にかかりましたが。 日米韓の間で、えー、極めて、えー、認識を同じくしているという再確認ができたと思います、えー、今回の北朝鮮の一連の動きはやはり国際社会が一致して北朝鮮に対して最大限の圧力をかけ続けてきたその成果であるしかしその一方で、えー、北朝鮮はいまだに 米朝会談についてもアナウンスを何もしていない、えー、北朝鮮の意図について不明瞭なところがあるという認識も共有しましたしまた、核やミサイルに関連する活動が停止されているわけではない、えー、背取りを含め、えー、制裁逃れが巧妙化し、それがまだ続いている。えー、ですから あの口では非核化へのコミットと言っていますけどもだからといって今の最大限の圧力をいささかも緩めてはいけないというのが日米韓の共通認識でありますそしてまず核放棄のための完全かつ不可逆的そして検証可能な核放棄に向けての具体的な動きがあるまでは この制裁は国際社会、挙げて維持しなければいけないという認識が共有されたということ、また、ミサイルについては ICBM、IRBM 級だけでなく、中距離、短距離ミサイルを含め、完全に放棄をされなければならないというところで認識を一致いたしました。また拉致問題あるいは米国の拘束者 その他、日本以外の拉致被害者についても包括的に解決をする必要があるという認識を共にいたしましたのでこれから南北の首脳会談そして米朝の首脳会談に向け3加国で緊密な連携を取っていくそれがしっかり確認をできたというふうに思っております。その他えー 鉄鋼、アルミニウム、その他についての課題についても、えー、意見交換をしっかりとできたということは、成果と言ってよろしいんではないかと思います山手君あの。今のお話を聞いても、まあ、日米間のですね対北朝鮮、えー、問題における連携を確認したとか、あるいは拉致問題について、えーまあ、今度大臣、今、言及されてましたけれども。 おーまあ、あー米朝首脳会談があるときには、しっかりこれを議題として挙げてもらう、あるいはカン・ギファ外相にも確か、えー、河野大臣のほうから要請したと思いますけれどもお、南北首脳会談のときにも、しっかり拉致問題について、えー、あのお言及してほしいというような話をされたと、まあ、これ、非常に意味があったというふうに私も思います、あのー、さっきの5まめのブログの続きですが、えー、河野大臣が今まであった方をです、ね、ちょっとこう考えてみると。 えまず、ティラーソン国務長官、倍、えー、会談5回、えー、3か国、4か国の会談だと4回、電話会談も多分5、6回やってる、カン・ギョファ、えー、韓国外相と7回、オ、え、ウ、ーえー、部長、中国の外,外務大臣と3回、えー、それからさっき、ラブロフ外相、すごい長いねと、佐藤副大臣と話をしてたんですが、ラブロ,ラフロフ外相とも4回やってるわけなんですが、あのティラーソン国務長官ですよね。 この短い間にこれだけ、まあ、日米の外相があったということもあるし、少し前のニューヨーク・タイムズにね、河野外務大臣は今までの日本の外務大臣とは違うという記事が出たんです、もう読んでられると思いますが、ティラーソン国務長官と、例えば30分やっても、今までの外務大臣と違って、全部英語で通じるので、何枚も濃い話ができるということをニューヨーク・タイムズが記事で書かれていた、でティラーソン国務長官がですね、ちょうど河野大臣が訪米するときに解任されて、 まあツイッターで解任されたことを知ったとっいうことですよね、であのまあ、これも河野大臣、よくご存じのとおり、アメリカの国務省の大体政治任用のポストって150ぐらいあるわけですが、今まで、えー、指名されて承認された人って、おそらく半分いってないんですよ、64、5人しかいないと、こういう状況で本当大丈夫なのかなと思うんですが、河野大臣が大臣として、アメリカ側と今、いろんな交渉されている上でです、ね、支障があるとは絶対言えないと思いますが、大丈夫なのか。 今なんかあのマク、あのマクマスターさんは,はともかく、マティス国防長官まで辞めるんじゃないかと言われているこの状況、憂いておりますが、河野大臣が外交の現場で見て、どんな感触を持ってらっしゃるでしょうか河野大臣あの。ティラソン国務長官とは、今、山本委員からお話をいただきましたように、たびたびお目にかかり、あるいは電話会談をさせていただき、 えー、意見がぶつかるところもありましたけど、非常に個人的には、馬が合うという感じでした、あのそういう意味で、えー、テラソンさんがカウンターパートでないというのは、えー、個人的にはちょっと残念な気もいたします、えー、今回、国務省で、えー、短時間ですがあの、お目にかかって、離、え、任、ー、のご挨拶をさせていただいたところでございますが。 あの代行を務めるサリバン副長官は昨年の10月でしたか来日されたときにも意見交換をいたしましたが大変丁寧なあの方でありまして日本の事情にもそれなりに精通されているまた北朝鮮の問題についても様々フォローされているマテス国防長官私はまだあの辞める、辞めないといううわさには 接してはおりませんがあの非常に在日米軍、在韓米軍のことにも詳しいまた極東の状況にも詳しい方です。今回マクマスター補佐官にお目にかかりまたその右腕と言ってもいいマット・ポティンジャー上級部長にも会いましたが。 あのそれなりに重厚な外交の婦人を敷いているのではないかというふうに思っておりますあの。こうした方々としっかり連携をしながら、この北朝鮮問題をはじめ、さまざまな外交課題に共に当たってまいりたいと思います山手君。あのまあ、それなりに重厚な婦人ということなんで。えー まあ報道されるところによると、なかなかあの国務省も国防総省も、いわゆる鍵となるような現場にですね専門家は少ないんじゃないかというようなニュースもあって心配してたんですが、河野大臣の方からそれを聞いて、少し安心をいたしました、実は今日は河野大臣からティラーソン国務長官はどういう人物なのか。 あるいは、小野寺大臣からマティス国防長官とはどういう人物なのか聞くつもりだったんですけれども、ティラーソン国務長官、解任されてしまったということで、ああのこの2人が例えばトランプ政権内でどういう位置づけにあるのかとか、ですねどういう考え方を持っているのかっていうのは、なかなか言えないと思うんですが、ただ、もうとにかくマティス国防長官、トランプ政権えの中でも、本当にこう、 最後の希望の光みたいに言う人もいて、ですね、えー、マティス国防長官ってどういう人なのかと、みんなが知りたがってるんで、小野寺があの防衛大臣、何度もお会いになってるんですが、その考え方とか、トランプ政権内の位置づけはなかなか言えないと思うんですが、マティス国防長官っていうのは、どういう方でしょうか、実際に会ってみて。小野寺大臣、えー。マティス国防長官とは昨年8月に 私は防衛大臣に着任して以来、す、え、で、ー、に8回に及ぶ直接の会談や電話会談を行っております。北朝鮮をはじめとする地域情勢や沖縄における在日米軍基地の課題など、幅広く議論してきておりますが、えー、資料深く信頼のおける方だと思っております。えー、先般お会いしたときには、えー、長官からローマの鉄人皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニウスの自世録をいただきました。 こ官はマットドックという言葉がありましたが、それとは似ても似つかない資料深い方だと思っています。で長官といつもあの共通認識を持つのは、私ども防衛当局の仕事というのは、外交当局の仕事をやりやすくすること、えー、防衛当局がしっかりとさまざまな装備と整え、えー、備えを整えることが、逆に言えば外交交渉の後押しになる。 これが日米両防衛当局の共通認識だということで、いつですね一致をしております山手君。ありがとうございます。マティス国防長官は資料深い人だと、まあ、あった、何度もあってる小野寺大臣がおっしゃってるんで、そうだと思うんですが、あのー、今ね、アメリカでもそうですけど、日本のメディアでも言われてるのはね、大体こう外からトランプ政権見てみると、北朝鮮問題なんかについてもです、ね、やはりその、えー、マクマスター、 補佐官とですねそれから今度、新しく国務長官になったポンペオ前 CIA 長官が強硬派で、どっちかっていうと、常にマティス国防長官が慎重派としてバランスを取っているというふうに分析しているメディアや有識者が多いんですね。で、あの例のビクター・チャ、今も CSIS の上級研究員なのかどうか分かりませんが、この人が韓国政府からアグレーマンまでもらっていながら、 内定していた。 そのポストを取り消されたその理由の一つとして、ですねえあのワシントン・ポストかなんかでも書かれましたけれども、ブラッディ・ノーズっていう鼻血作戦みたいなことがあったんですけれども、どうもビクター・チャーさんの周辺からも、ですね誰がどうとは言いませんが、なんとなく聞こえてくるのは、マティス国防長官がですね常に慎重なことを言ってるっていうことらしいので、ここら辺あのまあこれも外国政府のことでありますが、ぜひマティス国防長官にですねえ留任して、これからも続けていただいて、小野寺 大臣とも信頼関係があるので、そういうことを祈るばかりなんですが、あの私は両大臣の北朝鮮に対する発言をです、ね、100%支持しますあの。河野大臣が何度も言っているように、今はあの金正恩委員長の微笑み外交に翻弄されるときではないと、最大限の,あの今はああの圧力をかけていく。まああの 具体的には経済制裁ですけども、国際社会が協力して、しっかりあの制裁をかけて、圧力をかけて、北朝鮮がきちっと非核化を表明し、それに伴う具体的な行動がない限りですねこの圧力を緩めてはならないということについては、ですねこれはもう100%賛同するんですが、そこで、今回の一連の動きですよね。 ここはちょっと、ぜひ河野大臣の見解を伺いたいと思うんですけれども、河野大臣がずっと何度も何度も言ってた、世界中飛び回って、ASEAN アアの国際会議でも、あるいは安保理の議長としても、あるいは、えー、あの確かドイツで行われた外相級の会議でも、今はとにかく圧力をかけていかなければいけないと、まあ、こういう姿勢だったわけですけれども、まあ、あ南北優和、 えー、急転直下とは言いませんけれども、トランプ大統領が、ねえー、首脳会談をやってもいいと5月までに言った、こういうこの今の流れをですね、えー、あの河野大臣がどう捉えているか、もう5ま目の歯ぎしりでもそうですし、あの記者団への,あのいろんな会見でも言ってますが、この北朝鮮が態度を変えたのは何なのか、これはやはり経済制裁の効果なのか、これについて改めて、ぜひ率直なご見解をいただきたいと思います。河野大臣 あの国連の安保理決議に従って、えー、国際社会は一致して北朝鮮に対して経済制裁を加ええー、日米韓、あるいは EU、そしてその他、多くの国々がこの安保理決議を超えた独自の制裁を北朝鮮に対して行いました。また北朝鮮に対して圧力をかかけるという意味から 例えば、中東のヨルダンなどは国交断絶する、多くの国は北朝鮮の大使を追放し、あるいは受け入れないという外交的な圧力もかけてきた、えー、例えば2017年の中国、北朝鮮の貿易総額は前年比で15%減。特に 中国の北朝鮮からの輸入額は前年比37%減2018年の1月で見ればほぼこの輸入額が多くの品目でほとんどの品目でゼロになっているという現実がございます。韓国政府のの発表によれば北朝鮮のガソリン価格が 2017年の12月の時点で2017年の初めに比べ2倍から3倍に上昇しているという韓国政府の発表もありますあのやはり国際社会が一致して北朝鮮に今までにない圧力をかけ続けてきたという成果が現れて今回のこの北朝鮮の微笑み外交あるいは北朝鮮からの非核化への コミットメントという話につながってきたというのが、日米韓の共通認識でございます山本大臣が繰り返し言ってるように、今の北朝鮮の、まあ、方針転換とまで言えるか分かりませんが、北朝鮮が少なくとも対話路線に戻ってきたのは、経済制裁の効果だということなんですが、そこでこれも外務大臣にお聞きしたいんですよね、この北朝鮮の金正恩委員長の,その考え方っていうのはです、ね、本人が言ってるわけじゃない。 あのこれはもうすべてえ特使としてえ派遣されたあの安保室長とかですね、ソフン国情委員長とかを通じて言われてるだけで、まだ金正恩委員長が直接、なんていうんですか、この件について言及したということはないと思うんですね、ですね、この,あの特別使節団、韓国の北朝鮮訪問結果、韓国大統領府が3月6日に発表した中身をねもう一回読んでみたんですね。そのの中で書いてあるのが えー、北側は非核化問題の協議および米朝関係の正常化のために、米国と巨神段階に対話をすることができるといういよ意いを表明したって一つ書いてあります、それからもう一つね、対話が持続する間、北側は追加的な核実験および弾道ミサイルの、えー、試験発射等の戦略的な挑発を再開することはないことを明確にしたって書いてある、もう一つ、北側は核兵器はもちろん、 通常兵器を南側に対して使用しないことを確約したってなってるんですよね、これ、一体北朝鮮の意図は何なのかと、でこれ、非核化問題の協議っていうのはね、これは非核化っていうことで言えば、アメリカも核保有国ですから、もしかするとアメリカも核をじゃあ、やめるってことを考えてくださいっていうことを意味してるんじゃないかとか、特にですね、この北朝鮮に対する軍事的脅威が解消され、北朝鮮の体制の安全が保障されるのであれば、 核を保有する理由はないというふうに言ったと、韓国側は表明してるんですが、これもですね北朝鮮に対する軍事的脅威が解消されっていうのが、例えばね、えー、在韓米軍の撤退だったとしたら、これは全くあの現実味がないわけであって、えー、ここら辺の北朝鮮の意図をです、ね、外務大臣があのどう分析しているのか、これをぜひお聞きしたいと思います。この大臣 今回,でも今回の訪米でも北朝鮮の意図というのが一体全体どういうことなのかという、えー、議論になりました。今、委員おっしゃったとおり北朝鮮の意図というのは韓国が北朝鮮に派遣をした使節団を通じて我々にもたらされている言葉でありまして 北朝鮮の直接の言葉というのは、まだアナウンスされてない部分というのが非常に多い、これはアメリカも同じ認識でございます。ですから、あのまずこの非核化のコミットメントについて、 北朝鮮がどういう意図を持っているのかというのを明確にするところからさまざまな動きが始まると思いますし言葉で非核化と言ったとしてもそれは誰でも言えるわけですからこの非核化のコミットメントを具体的な行動に移すまで国際社会は圧力をかけ続ける。つまり 非核化のコミットメントが、えー、後ろに何もなくても制裁は緩まないわけですから国際社会からしてみれば南北あるいは米朝の首脳会談が行われても失うものはないということで、えー、南北、米朝の会談をやってみようということになっているわけであります。 あの4月末の南北、5月末にもと言われている米朝の首脳会談に向けて、これからさまざま日米韓で緊密に連携をし、北朝鮮の具体的な意図について、しっかり分析をしてまいりたいというふうに思っております山田君。あの今、河野大臣の言った北朝鮮の意図の分析っていうのは、鍵だと思うんですよね。で大臣にさっき申し上げた、韓国側の発表をした文書ですよね。 その中に金正恩委員長は戦略的な挑発はしないって書いてあるわけですよね、普通、戦略的な挑発っていうのは、この場合、普通で考えると、ですねアメリカに届く ICBM とか、あるいはガムまで届く中距離ミサイルだって、いわゆる例えばですね、えー、日本を射程に収めているノドンとかテポドンは入らないんじゃないかと。 でなおかつ南に対しては核も通常兵器も使えませんと言ってるわけであって、き、まあ、今日の質問の最大のポイントは、それ河野大臣の方からしっかりまた改めて今、説明していただこうと思うんですけども、日本がですね蚊帳の外になんとなく置かれてで、日本にとって最悪のシナリオ、すなわちアメリカは ICBM の開発さえとにかく止めればいいと、なんとなく核を凍結すればいいみたいな合意になって、ですねその間、大臣がいつも言ってるように核開発が進み、 しかも南には一切使えませんと言って最後は事実上の北朝鮮が核保有国として認知されてそれが日本にだけ大きな核の脅威を及ぼすっていうのはですねこれも日本にとって最悪のシナリオだと思うんですでそもそも今回のトランプ大統領のですねまあ北朝鮮のじゃないか韓国の特使を通じて北朝鮮がホワイトハウストランプ大統領に対して 早期の首脳会談を申し入れたということで、それについてトランプ大統領がその場でですねやろうと、5月までにやろうと、これ、政府にとって想定内だったのか、これ急展開、私にとっては非常に急展開で驚いてて、なかなか金正恩委員長から回答がないのは、 トランプ大統領がまさかここで受けると思わなかったんじゃないかって分析している人もいるんですけど、そこら河野大臣、いかがでしょうか、日本は火山の外ではないと、日本にとって最悪のシナリオに向かうことはないと、えこれについて、ぜひ外務大臣の,あの発言をいただきたいと思います河野大臣。あの北朝鮮を非核化しなければいけないというのは、日米韓のみならず、中国、ロシアも一貫して、 北朝鮮の核保有は認めないということを言っております。もちろん、えー、極東地域だけでなく、国際社会全てが、えー、北朝鮮の核保有は認めないと言っているわけです。また、ICBM、IRBM だけでなく、短距離ミサイル、中距離ミサイルも放棄させなければいけないというところは、これは例えば、えー、アメリカにしてみれば、 在日米軍に数万人単位で米軍の兵士が米軍基地にいるその家族もいる在韓米軍も相当な米軍の兵士および家族がいるわけですからアメリカにとってもこの短距離ミサイル中距離ミサイルというのは脅威であるわけですべてのミサイルを放棄させなければならないという点で 日米間全く認識は共有しておりますまた日本の拉致被害者に加えアメリカも拘束されている人物がおりますしそのほか10か国近い国々が拉致された人を抱えているという中にあって拉致問題を含めた核およびミサイル拉致の包括的な解決が必要だというのは これはもう国際社会挙げての話であって、どこかの国がということではございません。また、安保理決議をベースにした北朝鮮に対する圧力をかけ続けるというのは、日米韓が緊密に連携をし、そして中国、ロシアの協力も得て、国連の安保理で決議を通し、それを国際社会が挙げて応援をして、 しっかりと対応してくれる安保理決議以上の制裁を加えている国も多くあるという中で国際社会が挙げて今北朝鮮と対峙しているそういうことなんだと思いますあの米朝の首脳会談というのはいわば国際社会を代表してアメリカが北朝鮮と向き合うということであってアメリカが北朝鮮と単独で何かやるということには なならいいんだろうというふうとふに思っております山手君その河野大臣のアメリカが北朝鮮と単独で何かをやることにはならないだろうと、まあ、これ、一番最大のポイントだと思うんですよね、でまあ、河野大臣ほどじゃないんですけれども、私もアメリカにあの、まあ、安全保障関係の友人というのがいて、あるシンクタンクに勤めている研究員から電話があってです、ね、日本は外から見ると、どう見てもかよの外に置かれているように見えるよと。 えー、ずっとその圧力主導してきたのに、なんか一気に急展転換して乗り遅れてるようにも見えなくないと、であの3月10日付のニューヨーク・タイムズが、ですね、えー、もう安倍総理は火山の外に置かれたみたいなことが書かれたので、私が言ったのはですね、彼に、いやいや、その記事よく見てみると、マティス国防長官も、えー、それからマクマスター,あーあの補佐官も、その話を聞いて、トランプ大統領に、いや、大統領、もうちょっと。 時間をかけて判断した方がいいんじゃないですかと言ったと、あくまでニューヨーク・タイムズの記事です、そしたらトランプ大統領が、I get it I get it と分かってるよと2回言ったけど、その場で決断したってことなんで、別に安倍総理が会の外に置かれてるというよりは、トランプ大統領以外の政府の高官はみんな会の外に置かれてるんじゃないかというふうに申し上げたんですけども、そういう意味であのもちろん日米首脳の信頼関係も大事ですが、河野大臣があのティラーソン長官の後のですね、 国務長官とも信頼関係を作っていただくっていうのは、非常に大事だということだけ申し上げておきたいと思います、そこであのもう一つ、この問題について、どうしても今日河野大臣に申し上げたかったことなんですね、ここに来て最近、日本のメディアで,で、日朝首脳会談の可能性が急に取り沙汰されるようになったんですね、であの安倍総理がムン・ジェイン大統領と電話会談したときに、とにかく拉致問題もしっかりあの議題に挙げてほしいと、南北首脳会談をやるときにはね、 で同時に、えー、圧力をまずきちっとかけていこうということについても、まあえー、合意したというふうに報道されてます、その時に確か私の記憶では、日朝の直接交渉についても総理が意欲を示したみたいな話があって、まあ、それが元なのかも分かりませんが、日朝首脳会談の話がなんか急にね、あの現実の可能性として取り沙汰されてるんですが、大臣、私は相当慎重にやるべきだと思うんですよ。 これ米朝会談やって、その後南北の会談、どっちがさ南北の会談が先か、南北の首脳会談やって、米朝首脳会談やって、日本がその後首脳会談をやるっていうのは、よほど気をつけないと、今、実際、あの昨日ぐらいにですね北朝鮮政府が、ですね金正恩委員長か、北朝鮮政府ですか、日本がなんか、今でも圧力、圧力みたいなこと言うんだったら、平壌行きの切符も危なくなるよみたいなこと言ってる。つまりまりるで 日朝首脳会談を一つのですね外交の取引材料として、うちと話したいんだったら、あのもうちょっと静かにしてみろみたいな話になってるで、こういう時は本当に慎重にやらなければいけないというふうに思ってるんで、河野大臣にぜひ、ね、この日朝直接交渉、特に首脳会談みたいなことについては、慎重にやっていただきたいと思うんですが、この点についての,あの大臣のお考えを聞きたいと思います。河野大臣 あのとりあえず現在はまず4月末の南北の首脳会談5月の米朝首脳会談に向けた準備をするという状況でございます。これは別にそれぞれの国が何か単独でやるわけではなくて日米間できっちりとすり合わせをし場合によっては国際社会の意見も聞いた上で 国際社会をいわば代表してこの会談が行われるということでございます。あの日本としては、えー、韓国あるいはアメリカと緊密に連携をしながらこの推移を見守っていくというのが今の政府の方針でございます。山田君、あの日朝首脳会談みたいな話はですね、えー、もう一度言いますが、えー、ぜひくれぐれも慎重にお願いしたいと思います。あのトランプ大統領が 韓国の北朝鮮に対する韓国の特使を通じて、えー、早期の首脳会談を要請されて、それを受けたという形になっているんですが、まあ、その後、北朝鮮側から正式にどうもアメリカ政府にはですねこの問題について打診はないということのようです。で今日も確かフィンランラドで、えー、あの韓国とと北朝鮮と アメリカの関係者のです、ね、非公式なミーティングが行われているということで、ここで米朝会談も議題に上るということを聞いています、それから先般は、河野大臣もよくご存じのとおり、えーあの、北朝鮮の外相がスウェーデンに行って、スウェーデンの外務大臣といろんな話をして、どうもスウェーデン側からいろんなアドバイスがあったようなんですけれども、これについても北朝鮮はあの沈黙をしていると、これ、大臣、本当に米朝首脳会談、あるんでしょうか。 私、正直言うと、米朝首脳会談、ない方がいいなと思ってるんです、米朝首脳会談やっても今、ろくなことないんじゃないかとで、アメリカはやはり一番気にしてるのは ICBM であって、こんなところで、なんかそのトランプ大統領とですね、えー、ョンウン委員長が話して、何の成果があるんだろうかと、金正恩委員長にしてみれば、お父さんもおじいさんもできなかった。 アメリカ大統領との会談という歴史的な成果を上げるということになるんで、私はむしろない方がいいと思ってるんですが、この今の状況、あの本当に米朝首脳会談があるのかどうか、今の外務省の分析をお聞かせいただければと思います。大臣あのまず北朝朝鮮が米朝首脳会談ににつついいいいいてててらアナウンスをしていないとということについての 懸念というのはこれ日米で共有をしていると言ってもよろしいかと思いますまず北朝鮮がどういう意図を持っているかというのが今の時点ではっきりしておりませんただあの仮に米朝首脳会談が行われたからといって北朝鮮がただ言葉で非核化と言っているだけでは圧力を緩めることはしないというのが 今回も確認認された日米の基本認識でありますですから、国際社会としては、米朝の首脳会談が行われ、北朝鮮が具体的な行動に出なければ、ただただ圧力が継続されていくだけでございますから、国際社会にとって失うものはないという認識を、アメリカ側とも共有をしております。 ただ、じゃあ、この米朝首脳会談がどこで行われるんだろうかといったときに、えー、具体的なアイデアのある人というのはまだいないわけですから、あの実際に米朝首脳会談が実現するまでには、まだまださまざまな紆余曲折があろうかと思っております委員長山手君あの。まだまだいろいろ聞きたいことあるんですけど、あと4分ぐらいになっちゃったんで。 えちょっと野寺大臣に中国の脅威認識とか、あるいはあのあの軍事費増大の脅威認識とか、ですね北朝鮮の問題行こうと思ったんですが、もうちょっと時間なくなっちゃって、本当すみません、最後に河野大臣、中東政策ね、今度の,あの外交演説でも強調していた6つの重要分野のうちの中東、これはまさしく河野太郎の真髄、河野太郎外務大臣の。 えー、真髄を発揮したというふうに思うんですねでこれ、外務省からもらった1枚のペーパー、中東地域が抱える課題、大変ですよ、アラブの春もまだ、なかなかその後収まってないし、中東和平問題もイスラエルとパレ,スチナパレスチナの間、またエルサレム首脳宣言で揉めてるし、それからシリア危機も終わってないし、イランの核問題もですね、トランプ大統領が5月中までにあのなんか核合意の欠陥への対応で、えー、合意できないと。 抜けるとと言ってたりとかですねでサウジ、イランの対決はあいつもの通りだし、加えて、ここ私心配してるんですけど、今度はカタールとサウジ等までなんか対立しちゃったということで、これ、中東政策をですね、えー、ぜひもうこのイニシアティブ、河野三原則か5原則か忘れましたが、すみません、河野5原則、3原則、4原則か、失礼しました、河野4原則に基づいてね、しっかり中東政策も進めてもらいたいと思うんですが、最後、国連。 安保理改革あの、もう若手議員と呼ばれていた頃から2人でずっとやってきた、2005年に最初でもしかしたら最後のチャンスがあった、ラザリ提案があって、まともななんていうか、本当に議論が盛り上がって、G4 って言って、その日本と、それからインドと、それからドイツと、それからブラジル、この G4 提案をもう少しで国連総会にかけそうになった。 過半数必ず行ったと思うんですよね、その3分の2まで行かなくても、でその時に2人で小泉、えー、総理にですね、えー、太郎ちゃん一緒に行った、太郎ちゃんじゃないゴー大臣が一緒に行ったか忘れましたが、ブッシュ大統領に行ってくださいって言ったら、ですね言わないって言われて、小泉総理に一周されてしまったとっいう事件がありましたが、国連安保理改革、 あのなかなかもう今、大変だと思います、インドももう時間があるから急がないし、ドイツはもう EU の名手みたいな地位にあるから、あんまりあの安保理の常任理事国もなんとなくね、こう熱心にやってないようにも見えるし、ブラジルはもう国内政治、混乱してるんですが、なんとか国連安保理改革ですね、我々もずっと若手議員の頃やってたんですが、前に進めたいと思うんですが、厳しい中ですが、その中の展望と大臣の決意を最後に伺いたいと思います。この大臣 あの現在の国連安保理が21世紀の現実社会を映し出していないというのはもう誰もが認めるところなんだろうと思います。今の安保理ができた時には、えー、アフリカにはほとんど独立国もなかったそういう状況からもう半世紀以上が経っております安保理改革というのは喫緊の課題だと思います。あの今、えー、おっっししゃった G4 G4 は健在でございまして、えー、を中心に 今行われている国連の政府間交渉の中でテキストベースでの安保理改革の交渉をスタートさせようという動きをやっております今おそらく150カ国以上の国がこれを支持してくれているあの所属するあるいは思っている考え方はみんな違うかもしれないけれどもテキストベースの交渉を始めなければ何事も ゴールにたどり着けないという認識を共有している国が150か国以上ございます、常任理事国の中でも、A 普通はそれを支持してくれているという状況にありますので、まずこの会期で、テキストベースの交渉を、政府間交渉を始められる、これを目標にしっかり G4 とも連携して頑張っていきたいと思いますあの時間ですが、もうあのやめますが、最後に、あの時二2人で作った山本公の法案。 まだ日本の GDP が世界第2位で、国連でも影響があったときに、安保理のメンバーにしてくれなかったら、自発的拒止金、毎年減らすよっていう、あのむちゃくちゃな法案、通しておけばよかったなと、今、後悔していることだけ申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。